ゴールキーパーがポープイヤムに代わっています。ディフェンス4バックは右から奥山正幸、チャンミンギュ、藤原、尾長の4バックです。ダブルボランチは宇野と下田、両ワイドは平川と荒木、そして2トップ、ミッチェルデュークと藤尾という形になっています。ゴールキーパーは渋谷、ディフェンス4バックは右から松田、井上、飛鳥、三浦、ダブルボランチは松本凪と中村、そして2列目は右から宮崎、飯島、長谷川、そしてワントップにクリスティアーノ、前節からは飯島が代わって入っています。先ほどとは違うサイドから入っていきます。藤原もニアに入ってくる、まだクリア不十分、尾中が寄っていきますけれども、クロス入った、チャンミンギュしっかりと合わせるクロス入ってきました。これも1個目で点取りたいというよりは、あそこのポストの角取って、そこの折り返しを前向きで詰めたいという狙いだと思うんですけどね。バンドさせたボール、長谷川が前に行きます。クリスティアーノの収め、そして左サイドから裏に通した、飯島に行く、切り返した、右足シュート、決まりました。甲府先制、23節の千葉戦以来のスタメン、見事応えました。この長谷川選手のこのアウトのパスがもう素晴らしかったですよね。飯島選手の動き見逃さずに、一番最短でゴールに向かうところの選手を選んで、ここもうまく中で自分の利き足の方に持ち替えて狙いつましてっていう形だったので、まあ、これ甲府らしいなっていうシーンですよね。抜け出していきます、宮崎純馬、さあ宮崎からクロス、逆サイド、長谷川もいますけれども、飯島よく抑えました。甲府奥山から右の奥を取っていく、藤尾が行きます、ミッチェルデューク、デューク折り返した、そして荒木の前、藤尾だ、見事に流し込んで決めました。藤尾翔太、今シーズンの8ゴール目、長崎戦以来のゴール、町田が藤尾のゴールこじ開けました。今は人数かかり方良かったんですが、そうですね、これもしっかりセンターバックで、デューク選手もボールサイド寄ってきて、この真ん中薄くなったね、なんか絞り気味の高い位置取って、こぼれ球拾える位置とか入ってくると、さらに甲府良くなると思いますよ。はい、荒木から左サイド、ミッチェル・デューク、左のスペースで藤尾が走っていって、今度は奥から小永上がってきた、クロス中央シュート、決まった、素晴らしいゴール、宇野禅斗が3列目から上がってました。素晴らしいですね、宇野禅斗の J 初ゴールは長い距離を走っての右足、見てみましょう。でうまくデューク選手が引き取って作っといてね、藤尾選手がしっかり時間作って、ニアに来ました、ミッチェルデューク、決めた、さあしかしフラッグ、最後荒木触ったところがオフサイドだったか。ですぐに始めていきます、クリスティアーノ、スピードを使おうというところですが、今のも町田がよくやる狙いですよね、ニアでそらしといてファー詰めですよね。土をつけていく、ミッチェルデュークから縦、裏を抜けていきます。あ、いいカバー、長谷川選手は、あ、長谷川奪い切りました、時間になるぞ、荒木、そして宇野禅斗、ボランチの宇野がこの位置にいました。ジェティルが早速競り合っていきます。でこのセカンドボールを拾ってくる、地をうまく収めてターンしますが、松本航平打ち切れない、右からシュートいった、決まった、関口キャプテンこじ開けました。甲府が同点に追いつきました。今のシーン、これいいボールの、ロングボールをね、ゴブのボールを拾って、
まあ、一度は跳ね返されますけど、いいところで、ね、セカンドボール拾えて思い切ったシュートでしたね。まあ、これで失礼しました、交代の枠を全て使い切っています。おさあ中央から突破を図る、そのまま左足ブロック、まだあるぞ、中村が行く、そしてジェツリオ、甲府神がかり、ジェツリオが決めた。これが勢いの持つ力か。ジェツリオはこじ開けました。これ甲府の執念っていうのが実ったようなシーンですよね。まさに勢いのあるチームのゴールです。鈴木純也が前に送っていく、バックヘッドでつなぐ、そのボール沼田が行く、キーパー守備が出ている、上がらないゴール、流し込んだ。今日はとんでもない仕事をやってのけています。 J 初ゴールから、そして同点のゴール、ロベット、町田が同点に追いつきました。多分これアバウトに蹴ったボールですけどね、クリアちょっと損ねたところね、まあ、キーパーもこれ処理しづらかったんでね。荒木から中央、さあここまだあるぞ、平川優、平川が行く、平川運んで中央だ、ここから藤尾つないで左足ブロックをされた、太田光介上げる、そして荒木ヘッド、両チームの選手がピッチへと倒れ込んでいきました。勝ち点1を分け合う大熱戦。